やっほー、こんにちは、ひろかです。はい、ということで今回は髪の毛一回ブリーチしてこんな感じなんですけど、完全に金、髪の毛がすごいキンキンなんで、今日はカラーシャンプーをしていきたいと思います。あ、なんかこぼれてきた。ちょっと待って、ちょっと一回試しで使ったことあったんですけど、ちょっと水めっちゃ出てくるし、これ色付きやから危ないから、ちょっと一回使ったら水出てくるんで注意してほしいんですけど、今からピンクにしていきたいと思います。はい、ということでビフォーがこんな感じですね。アフターまで3、2、1。はい、ということで染めていきたいと思います。こんな感じ、ね、あ、間違えた、髪の毛濡らさなあかんねや、やばいやばい、どうしよう。濡らして普通にシャンプーやから、シャンプーしやなあかんねやった、間違えた。濡らします、髪の毛。よし、やばい、嘘でやらない。お、染まってるかもしれない。ちょっと乾かしてみます。はい、ということで今次の日なんですけど、どうなってるのでしょうか、染まってるのでしょうか。3、2、1、だー、わかるかな。めっちゃ染まったんやない、まあ、そのドピンクではないんですけど、普通にまあでもピンクってわかりますよね。ただこの辺もあの入れたんですけど全然入ってないですね。なんかここだけ色入ってもうて、後のとこ全然入ってない、この上ら辺のハイライトに全然入ってないから、なんか3色みたいになってしまったけど、一応ネイリー塗ってたんで、まあ、ネイリー塗ったところだけいい感じに色が入りました。はい、ということで言いたいことがめちゃくちゃいろいろあるんですけど、今回 GOT2B のカラーシャンプーを使ってみました。今ね、原品持ってこれへんかったんが、お風呂の中に置いてたんですけど、出そうと思ったらなんか蓋の隙間かなんかにめちゃくちゃ水、さっき流してるからしてると思うんですけど、吹いても吹いても水がどっからかボトボトって落ちてくるんで、ちょっと持ってこれなかったんでこの辺に出しとくんですけど、この GOT2B 検索したら一番上にブリーチがめっちゃ出てくるんで、ブリーチがめっちゃ有名みたいなんですけど、ボンディングテクノロジーっていうやつを使われてるみたいで、ヘアサロンとかなんか話題らしいんですけど、私全然知らないんですけど、髪の毛が消えにくいっていうやつらしいです。で、なんかこういうカラーシャンプーとかブリーチの他にヘアチョークも出してるみたいです。ヘアチョーク多分一回ドンキで見たことあるな。で、今回私はキリン堂で買ったんですけど、ドラッグストアとか、ドラッグストアってキリン堂かとか、バラエティショップとかオンラインでも普通に売られてるみたいです。2回とか3回ブリーチしてる人もいっぱいいると思うんですけど、その人が入れたりしたらキャンディーピンクっていうこの可愛い色になるみたいです。髪の毛を赤とかピンクとかに染めてる人が髪色をキープするためにこのシャンプー使ったら多分めっちゃ持つんやろなってめっちゃ実感しました。だって私黄色っていうか金髪オレンジなんですよね。1回しかブリーチしてないから、オレンジっぽい髪の毛に1回シャンプーしただけでこれもんなんで、対等の人がやったらめっちゃ持つんやろなって感じですね。こちらの方が968円でした。安い。他にはグレー、ブルー、パープルが他には売ってたんですけど、私最初グレーにしようと思ったんですよ。今までも美容室でちょっとグレーっぽいのにしてほしいんですけどって言ったら、あ、ブリーチしな無理やなみたいな感じで結構言われてたんで、あ、グレー入りにくいんやと思って、なんかそういうイメージがあったんで、ピンクの方が入るんかなと思って、とりあえずもう色を入ってくれたら何でもいいやと思ってピンクにしたんですけど、赤にはしたことあったんですよ。こっから半分ブリーチして赤にしたことあったんですけど、ピンクなくってちょっとなんか新鮮。はい、こちら使用方法が、髪を十分に濡らしてから適量を髪全体に塗って泡立てて洗った後に洗い流してくださいね、しっかりとすすいでくださいって書いてあるんですけど、まあ泡立たん、ほんまに全然泡立たへんくて、私の髪の毛がおかしいんかなって思うぐらい泡立たへんくって、あの髪の毛よく濡らしたんですけど全然泡立たないんですよ。なんか言うねんって感じなんですけど、前髪だけはなんか洗いやすいんか結構泡立ったんですけど、それ以外は結構量つけたのにもかかわらず全然泡立たへんくって、なのでこれ絶対色入らんやんと思ったんで、この辺は絶対色入れたかったんですよ。ブジュブジュで出してもう塗りました、こう塗りたくて
余ってるぐらい塗りたくて、ちょっとでも入る方法をと思って、普通に髪の毛シャンプーして、これをシャンプーして流すっていうだけでよかったんですけど、私はいっぱい塗った後にラップで頭巻いて、さらに15分ぐらい放置してから流しました。ほんでこれです。だからその方法で染まってるんか、普通にシャンプーしただけでもいけるんかわからへんけど、でも最初私普通にシャンプーして流したんですけど、その時よりだいぶ色入ってるんで、この方法いいかもしれないです。私的にはこれを普通のシャンプー代わりにするっていうのはちょっとなし、だいぶなしです。全然無理。いつも使ってるシャンプーやって、その後にカラーシャンプーしてからトリートメントした方がいいと思います。なんか洗った気しないんですよね。泡立たへんから、シャンプーした気には全くならないんで、シャンプーしてトリートメントする間にカラートリートメント入れたらいいんじゃないかなって思います。なんかビニール袋に入ってるような、これぐらいのちっちゃいやつで、何百円、300円ぐらいのやつを買ったことあったんですけど、全然染まらへんくって、だからこれもちょっと半信半疑で、ほんまに染まるんかなと思いながら買ったんですけど、こんだけ染まったから私だいぶ満足してるんですけど、普通に嬉しい。で、匂いはめちゃくちゃいい匂いで、リンゴ、リンゴじゃないな、なんかまあなんせ甘い匂いがするんですけど、今もしません。臭いやつもあると思うんですよ。そういうなんていうの、髪の毛の色つけるやつって結構匂いするものとかがあると思うんですけど、これは全然いい匂いでした。ただのいい匂いのシャンプーって感じでした。でもなんかカラーシャンプーって私全然傷まへんもんやと思ってたんですよ。市販の染め粉で傷むっていうのは全然わかるんですけど、カラーシャンプーって勝手にシャンプーやからか、なんか自分的には全然傷まへんもんやっていう風に思ってて、毎日使うじゃないですか。もう流してた時はまあツルツルやったんですけど、お風呂上がって乾かそうと思ったら櫛まず通らんくて、すごいキシキシします。洗った後すごいキシキシしてて、傷んでるなって感じですね。あ、でもあれか、普通にトリートメントしたらサラサラになるかもしれんけど、私これこのカラーシャンプーだけしか使ってへんからこんな感じなんかもしれんけど、これに普通にトリートメントしたらサラサラになるかもしれん。なんで傷まんと思ったん。まあそりゃ傷むか、色入れるってやっぱ傷むねんな。そりゃそうやね。もうがっつり色入れたんやったらマニパニとか使ったらそりゃ間違いないんですけど、マニパニ結構でかいじゃないですか。でかいしサイズは一緒か。150ml で800円、安いから。800円やったら安いし、でもあれ2000円くらいするじゃないですか。この今回のやつやったら安いから、まあ、1回お試しにいいなと思ったんですけど、普通に良かった。1回でこれなんで、毎日使ってたらほんとピンク入りそうやから、とりあえず1箱使ってみたいと思います。このまま毎日使ったらでもやっぱ痛めそうやから、週に3回くらい使って当分このピンクを楽しんでいければなと思っております。はい、ということで、自分でできてシャンプーでこれやったらめっちゃ楽やなと思いました。めんどくさがりなんで、自分で染めたりするのめっちゃ嫌いなんで、でもこれシャンプーやから手軽にできるなって思いました。なんかあとネットに書いてたんは、このピンクのやつにグレーも一緒に混ぜてやったらまた違う色楽しめるとか、自分で好きな色をカスタムしてみたいな、できるから楽しそう。はい、ということで今回の動画はカラーシャンプーで髪の毛染めてみたでした。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価を押してもらえたら嬉しいです。バイバーイ。だったら多分めっちゃ